中学受験どっちがどっち。チェラ先生、今日のどっちは。算数は塾のテキストや動画サイトのような最短の解き方をしなきゃいけないの、どっちがどっち。よくあれですよね、そのネットとかであの算数 の, あの解説とかあの解答例とか、まあ、そういうのが紹介されてたりとかあのすると思うんですけど、まあ、それを 見るとあの自分の子供とかがそのやったようなあの解法ともなんか結構違って、すごいなんか洗練されたようなすごい最短の解き方がこう紹介されてたりとかしてて、こういうふうに解けないといけないのかなとかちょっと思ってしまったりしますよね。うん、まああのまあ、塾のテキストは、まあ、これは塾によってまあ違いますし、うん、あとまあ今の話で言うとね、まあ、洗練されたっていうのは、まあ、何をもって洗練されたっていうかまたちょっとずれてくる、まあ、定義がよくわからないことがありますけれども、はい、まあ、一般にあの塾のテキストっていうのは、うん、まあ、これも塾によりますが、あのすごく短くさらっと答えを書いてたりするんですね、はいはい、こんなややこしい問題なのに一行で書いてるみたいな塾もあります、うんうん、でもこれはあの僕もあの集団塾でテキスト作ってましたから、はいはい、あのまあ、長々と解説書いて、うん、最初頑張ろうとしたけどもう長すぎても大変だからもうえいやで2行に減らしたとかねとか、まあ、これ書いても読まないかもしれないなということで、うん、あの必要なとこだけに絞って書いちゃったとか、はい、いうことってやったこともまああるんですけれども、うん、であとまあ動画サイトの方はですね、うん、最近結構そういうあの解説サイトをよく見るんですけど、うん、あのやっぱりね動画サイトを撮るにあたって、うん、まあ、一番多分あの見栄えのいい解き方を選んでらっしゃると思うんですね、うん、あの解き方は何種類かあって例えば我々であってもね、うん、なんかあの基本問題とか、はい、ちょっと面白そうな問題で解法を紹介しようと思ったら、はい、それはあの一番見栄えのいい解き方でやりますね、うん、そうだからあくまでもそれはあのサイトを見た時にああ、はい、いいねっていうふうに思ってもらうためにやってるのであって、はい、子供が実際それをあの高い再現性を持ってできるかっていうと別なんですね。そうですね、うん、だからあの最短と思えるようなやつで、まあ、ワンステップで答えが出ましたっていうやつも、うん、まあ、子供が解いたのが例えばワンステップツーステップぐらいだったら、うん、実際上これ差なんて全然ないですね。そうですね、うん、で実際の入試においては、まあ、どちらが実践できるかわからないなみたいな、うん、考え始めから回答に至るまでの時間どっちが早いかわかりませんよねっていうケースもあるので、うん、必ずしもですねその動画サイトに載ってるものに、まあ、従う必要はないと、うん、でまあ、動画サイトもいろいろでね、うん、あのそんな洗練された解き方してないサイトもいっぱいありますよやっぱりで、まあ、洗練されたと思われるような解き方してるサイトももちろんあるんですけども、うん、それはいろいろある中の、まあ、一つ、解く側もいろいろ試してみてこれが一番いいなっていうことを、うん、まあ、経験上分かったということで載せてるのであって、そうですね、実際子供ができる必要があるかっていうと別なんですよね、うんうん、でじゃあ、まあ、実際どういう解き方をしたらいいのか、うん、まあ、どういうレベルと言いましょうかね、うん、どういう、まあ、まあ、洗練というか、うん、ショートカットまで知ってればいいのかっていうと、うんうん、これは、そのお子さんの、まあ、算数の偏差値とか、まあ、レベルというかね、はいはいはい、あとその受けようと思っている学校の、まあ、偏差値のレベルによっても変わってくる、うん、ここの事例によってもう大きく変わってくることなんですね、うんうん、まあ、だ例えば、偏差値がそれほど高くない子、うん、算数の不得意な子だったりしたらですね、うん、この前どこかの動画で撮りましたよね、うん、例えばあの食塩水の問題で、うん、天秤法を使う場合、うん、で食塩水の問題を解くのに、うん、まあ、割合の基本ですね、はい、食塩水中の食塩、うん、まあ、食塩が食塩水の何倍かっていうのが、まあ、濃度の基本なわけですけど、はい、その感覚がいまいちわからない、うん、けれども、比の比例配分がわかる、うん、でひっくり返すことはわかる、うん、っていう子だったら天秤法って鍛えればできるようになるんですね、はいはい、でそこまで算数が不得意な子が受ける学校、うん、で食塩水の問題が出るとしたら、うん、おそらくは単純な混ぜ合わせまでですね、うんうん、そうするとまさに天秤法が威力を発揮するゾーンなんです。そうですね、うん、だから逆算であったってすぐできちゃう、うん、ので、この、まあ、ちょっとハイレベルな解き方かと思われるような天秤法だけれども、うん、算数が苦手な子ほど逆に、テストにおいては有利かもしれない。そうですね、でこういうケースは教えた方がいい場合もあると思います、うんうん、で逆に例えば偏差値がそこそこ高い子、例えば60ぐらいある子とかに、まあ、そういう難関中または最難関中を受けるでしょうから、いろんなテクニックを教えていくと喜んでやっていきます。でこんなすごい解き方できるぞ、うわーこんなすごい解き方できるんだぞ、ドッカーンみたいな感じでもう大受けで、教える側もついついやっちゃうんですけど、そういうあのすごい特殊なテクニック、まあ、先ほどの天秤法とかは普通ですけども、うん、もっとかなりハイレベルなテクニックが使えるような問題っていうのは、うん、
本当に特別なケースですよね、うん、で算数っていうのは、まあ、数学に比べると本当に特殊な状況を扱っているような、はい、まあ、教科ですから、はい、まあ、特別なことっていうのはもちろんあるんだけども、うん、その中でも本当にあのイレギュラーが全くないような状態の場合は、はい、さらに特殊な公式が使えたりするわけですね、うん、でそれをまあ子どもの前で教えてやると喜んでやるんだけども、うん、そうですね、こればっかりやってるのって危険ですよね。そうですね、うん、でそういう特殊なケースっていうのが、うん、実際入試で出ることもあるけれども、うん、最難関中である場合、うん、まあ、いわゆる難関を超えて最難関、うん、偏差値63を超えたりするのを受ける場合、はい、そういう特殊な状況で典型できないやつがそのまま出ることって実はあんまりないんですね、うんうん、どっかひとひねりして、うん、落とし穴が作ってあったりしますよね、うんうん、でそこにずっぽしはまってしまうことが多いですね、うんうん、だからせっかく算数が得意で、うん、もうちょっとやったら伸びるのに、うん、あの特殊なテクニックを教えて、うん、問題が解けるようにしたつもりで、うん、実は得点力が下がってるってケースってあるんですよね、うんうん、これ一番怖いね、そうですね、うん、だからよくあの本人は解けたつもりでいたけど、条件、うん、ひとひねり聞いてる条件を読み落として答案書いてきたら間違えてましたってことにまあなってしまう。そうですね、一番怖いいやらしいケースですね、うん、だから、まあ、そういう算数が得意な子に実はそんなハイレベルのテクニックだけを教えてしまうことはやらない方がいいというジレンマがあるんですね、うんうん、だからそういう算数が得意なお子さんが、うん、さらに高いところに上がろうと思えば、うん、そういうハイテクニックばっかりやるんじゃなくて、基礎に返ったような整理の仕方、うん、問題文の分析の仕方とかをネチネチやった方が、または例えば書き出しを、うん、すごい大変な書き出しをネチネチやってみるとかいうふうにやった方が実は得点力、最後のひとひねり伸びるってことっていうのはあり得るんですよね、うん、もうあれですかね、分からなくてあの空白だってもやっぱり書いた方がいいぐらいです、うん、でまあ、うん、もうさらに言うとですね、うん、我々のスタンスでは、うん、まあ、これはあのお叱り受けるかもしれないけど、うん、中学受験ってやっぱり合格していくことがまあ第一目標なので、うんうん、もちろん中学受験によってあの子どもたち成長していくんですけども、うん、我々としては合格させることが第一目標、うん、子どもたちや親御さんもそうなわけですから、うん、合格していこうと思ったら、うん、空欄で出していくっていうのはダメなんですよね、うんうん、解き方が例えば浮かばなくても、うんうん、この問題の答えってこれじゃないかなと思って、うん、まあ、片っ端から当てはめて、はいはい、答えが合ってたら、うん、それで OK ですよね。そうですよね、うん、まあ、それはやっぱり算数はやっぱりちょっと数学と違ってあの、まあ、大体これぐらいの答えかなっていうふうに、まあ、そういうふうな感をあの鍛えるっていうふうな部分もあるのがその算数と、まあ、学問ですよね。あ、そうですね、だから大体の見当がつくかとか、うん、数学があるか、これは何とかの倍数になるんじゃないかとかいうので大切ですよね、うん、でさらに言うと、もうそんなことも何もわからないけど、うん、空欄ダメだから数字これ書いとけばいいや、うん、で合っててもいいですよね。そうです、うん、だからまあそれを鍛えることってできないし、うん、日頃からそれでやってて合ってたから俺はいいや、私はもうそれでいいんだっていうふうに思うのはいけないけれども、うん、テストに空欄で出すぐらいならもう当てても全然問題ない、うんうん、っていうかあのそれぐらいの気迫でテストって受けないとダメですからね。そうですね、うん、もう書いてたらやっぱりちょっと気持ちが変わりますよね、うん、だからその、うん、よくあの生徒でもう解き方わからないからこれなんで空欄なのって言ったら、うん、解き方わからないから空欄にしてましたって言って、うん、えへんみたいな顔してくれるけど、うん、それ全然ダメだってまず言いますからね、うんうん、ですからまあ算数においては、うん、まあ、解き方にこだわるのももちろんいいんですけど、うん、答えを合わせにいくっていうことが一応最重要な目標なので、うん、まあ、それを忘れてはいけないっていうことですよね、うん、そうですね、まあ、やっぱりそういう塾のテキストとか、まあ、動画サイトに載せられているような、まあ、回答、まあ、洗練された回答というのはやっぱりいろいろやってみて、まあ、いろんなアプローチがあって、まあ、その中であの一番いいものを載せているということなんで、まあ、そんなにじゃあ気にしなくてもいいかなという感じですかね。そうですね、だから繰り返しになりますけれども、大切なのは、生徒さん、うん、子ども本人が、まあ、自分で考えて、うんうん、自分で回答にたどり着く、うん、これがもう一番重要なことなので、うん、必ずしもそのたどり着く道はですね1本とは限らない。そうですね、うん、2本3本あって、そのどれを選んでも実際テストにおいては、まあ、実践的で、許容範囲であるというケースありますから、うん、一つの解き方に縛られる必要はないということですよね、うん、そうですね、はい、じゃあ今日はここまでです。